ガイエティ劇場第16回ユーロビージョンソングコンテストは1971年4月3日にアイルランドダブリンの外ィ劇場で行われた。制作 RTE アイルランド放送協会 RTE 初のカラー放送となった曲のイメージに合わせたカラースポットを当てることも試みられたアイルランドの指揮者は,はノエル・ケレハン フランスのフランク・プールセルが13回目、スペインはワルド・デロス・リオス。プレゼンターのベルナデット・ニ・ガルコアはゲール語、フランス語と英語を使用。放送時間1時間46分。マルタが新規参入。前年ボイコットした5カ国はすべて復帰し18カ国となった。内数字は参加回数ほか、ケーブルテレビや衛星放送を通じてアメリカ、 香港を含む世界29カ国に生中継された。事前にプロモーションビデオを作成し、大会前日に全曲放送することになった。ビデオ制作は3カ国すべての放送局。大幅な変更が施された。審査員が各国2名に激減。数とは16から25歳の間の若者、いまいち人は26から55歳の間の大人と定められた。 各審査員は会場の舞台裏エリアで歌を鑑賞し、全曲を5段階評価で採点する。1人5点なので、2人で10点が各国の最高得点となる。63年の方式と異なり、何度でも5点を出せ、そのままの数値が集計対象になる。これにより無得点は発生しなくなった。各国の採点は歌が終わり、次第、 すぐに集計にかけられた。審査員は最終結果発表の際、ステージに上がってスコアを確認した。スコアボードもアナログの札から発行ダイオードのデジタル表示に変わった。この投票方式には、時刻を有利にするために他国に低い点数しかつけないことも可能だ。集計に時間がかかりすぎだ等の否定的な意見が寄せられた。優勝者モナコのセベリーネ。 明日に夢見て。しかし、歌手も作曲者、指揮者すべてが、フランス人で占められ、モナコ人は一人もいなかった。同曲は、スウェーデン、カナダで1位、ノルウェー2位、ベルギー3位、フランス4位、シュバイツァーヒットパラーで5位、前衛シングルチャート9位を記録した。言語バー、イコールバイエルンゴアワーズイコール、クロアチア語マウントイコール、マルタ語イイコール、 イタリア語 A イコール英語ランイコール、オランダ語点イコールスウェーデン語西イコールスペイン語ドークイコール、ドイツ語ダクイコールノルウェー語フンイコール、フィンランド語フツイコール、フランス語ホイコール、ポルトガル語各曲の歌詞については以下を参照のこと、リガルースラッシュ。ありがとうございます。